萩原人氏は、日本の政治家、元衆議院議員、大阪市生まれ、私立な和高等学校を経て、近畿大学省経学部に入学。卒業後は、松下電工に就職し、川本建築事務所社員を経て27歳で、萩原都市建築研究所を設立した。2005年の第44回衆議院議員総選挙で民主党公認として、 大阪2区から出馬するが、郵政民営化に反対して、自由民主党の公認を受けられず無所属となった佐藤明と自民党の公認を受けた川城鹿との争いに埋没し、川城が当選、萩原、佐藤は落選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、連合大阪の支援を受け、再び大阪2区から出馬し、 佐藤や川城を破り初当選した。早々に一審会入りし、いわゆる小沢チルドレンの象徴的存在と目され、あえら2010年4月26日発売、ナンバーワン級では、玉木デニー衆議院議員らと一審会七よりきと呼ばれ、以来、衆議院政治倫理の確立及び、公職選挙法改正に関する特別委員会理事、衆議院外務委員会理事、 党幹事長補佐、党国会対策副委員長、党総務副委員長、党府連代表代行、芦ア屋ア大学客員准教授、日本ユネスコ国内委員会委員等を務めた。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して、党幹事長補佐の辞表を提出し、4月23日の党役委員会で受理された。 6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。 同年7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。12月16日の第46回衆議院議員総選挙に、日本未来の投公人で、大阪2区より出馬するも、落選。その後、2013年の第23回参議院議員、通常選挙に、新党第一公人で、比例区から出馬するが落選。その後は株式会社 G プラン。 株式会社ユーシアムコモン、株式会社クロスランゲージアドバイザーを務める。2019年に、かつての領収であった小沢一郎が国民民主党に合流すると、萩原も同党に参加し、党大阪府連常任幹事に就任。2020年9月、立憲民主党の大阪三区支部長に就任。ありがとうございます。